かばやきさん太郎。これはまあ駄菓子界のレジェンドやね。1枚10円なんだけど。まあこれ食う人は歯が丈夫な人。硬いんよ。噛みちぎるの倍大変。よく小学生が虎みたいな顔して食っとるね。ほんで、ぐーって噛みちぎった勢いで手が友達にパーン当たって、よく喧嘩なって。よくかばやきさんを噛みちぎらず、口の中で丸めて食べる人おったね。多分あの頃そうやって食べよった子は、今出世しとるね。 須田こさん太郎ね。これ、かばやきさんの兄弟みたいなもんなんだけど、ちょっと甘酸っぱい味すんよ。ま、あこれは駄菓子でね、甘いものとか辛いものいっぱい食べて、味変でこれを選ぶ。結構ね、あの、びしょびしょにタレがついとる <noise> じゃがあ,あの、タレがね、こう、袋にもついとるよね。それをこう、舐める人おって、すごい無駄がないよね。多分それしょった子は今、出世しとるね。<noise> わさび海苔。これ、わさびの味がすんよ。 ツーンとしてね。これ今食ってもうまいんだけど。これまあ小学校高学年の子が食うね。だいたい5年生の秋ぐらいから食べれるようになるね。小学校1年生とかはそれを見てかっこいいなと思っとる。俺もいつかあれ食べれるようになりたいなって。うまい棒ね。まあこれは一番有名なお菓子でしょ。これ1本10円で売っとったんだけど。2022年4月1日から 一本十二円になりましたね。二円の値上げ。ま、あこれね、原材料が高くなったとか、いろいろ事情があるんじゃけども、小学生の二円はでかいね。大人で言う二千円じゃけど。それでもコスパいいけどね。一本十二円であの量食べれたら、これはいいですよ。<っ>ほんであの、明太子味だったら袋の裏についた粉舐めたら、さらに溶くじゃし。ポテトフライね。俺好きな駄菓子はって聞かれたら、絶対上位に出てくる。これ<っ>うまいん これ今一袋40円すんだけど、俺が小学生の時30円だった気がするよね。なんかこれ他にはない食感でね、なんか独特なよね。ほんでこれ4枚入っとるけて嬉しいの。まず1枚目はアップで食うの。これで一回ポテトフライのモードに入って、ほんで2枚目でしっかりと味を口の中に行き渡らせる。ほんで3枚目で完全に旨味をつかみと。もう4枚目はちょっと寂しくてね、もうこれでなくなるんかっていう悲しさで味はせん。じゃけんこのポテトフライ3枚目が一番うまいの。 で、たまにこう食うよったらパキッと割れて下に落ちたりするの。うその時パッと拾ってフッってやって食う。ガブリチュウね。これ食う人はみんな頭いい。なんか友達でガブリチュウ好きっていう人はみんな賢かったね。まあこれ一個ね30円ぐらいするの。予算が100円ぐらいあって、そのうちの30円をチューインガムに使っていいのかっていう葛藤はある。でも実はガブリチュウってこう他のお菓子に比べて食べとる時間は長い。<laughs> というそういう意味ではコスパがいい。すなわちこれを買う子は賢い。 キャベツ太郎ね。これね、あの、なんかお菓子の詰め合わせには絶対後ろに入っとるよね。詰め合わせでいっぱい体積を稼げる。ほんでなんでキャベツなのかっていうことなんだけど、別にキャベツの味がするわけじゃないんよ。目、ね、キャベツに形が似とるけん、キャベツ太郎っていう名前らしい。これ小学生のみんなこれ明日学校で話したら、3日間は人気者になれるね。 ヤングドーナッツね。これ俺バリ好きだったね。夢中で食うよった。俺が小学生の時食ったヤングドーナッツ重ねてったら月まで行くね。バリお得なお菓子だったよ。4つ入っとるし。ドーナッツ4つって多いですからね。もう5つみたいなもんよ。ほんで遠足に絶対これみんな持ってっとったね。これ食って丸抜クイズする。 ベビースターラーメンね、これなんか知らん間にデザイン変わっとるね。俺のイメージはこの黄色い子がおるんよ。まあ、これは相変わらず値段はね、30円ぐらいで売っとるんだけど。ベビースターラーメンこうやって手に出して、こうやってちょっとずつ食べたらバリお得に感じる。いっぱいあるじゃんっていうね。で、途中からこの指に唾がついて勝手にベビースターラーメンがくっついてくるこれ便利なんよね。ただ袋をこうやって食ったら一瞬でなくなる。じゃあ金持ちの子は袋でこうやって食いながらこっちニヤッと見てきよったね。 スーパービッグチョコ、これうまいんよ。今でも俺たまに食ったりするんだけど、これ50円ぐらいでこんな長さ。これコスパいいですよ。まあ、なんかこれはね、高学年が食っとったね。最後のここうまいんよ。3つの辺をチョコに囲まれとるけうまいんただこれね、あのー、夏、クーラー効いてない駄菓子屋とかで売っとるとき、もうチョコ溶けてビショビショになっとるよね。ほんであの、夏は全然売れず、冬になってどんどん固まってって、で売れ出す。 タラタラしてんじゃねえよね。俺これ好きな駄菓子ランキング1位やわ。でもこれ今50円もすんだよね。俺が小学校の時20円でしたから。ちょっと、これだけ値上げの勢いすごいね。10年後にはこれ2万円ぐらいになっとるかもしれんけど。でもうまいんですよ、これ。だいたいこれ元気な子が食っとったね。ドッジボールでガーってやって、で自分が当たって外野に出た時にポケットから出してちょっと食べる。タラタラしてんじゃねえよ。ちょっと辛いんよ。だけどこれをね、一気に食べたって子がよく自慢しょった。俺これ一気に食べたんよ。 よっちゃいんいかね、これなんか酸っぱい味がするの。ちょっとね、これを買う子はなかなか珍しかったね。ま、駄菓子通の人が買っとった。すべての駄菓子を送ってこのよっちゃいんいかにたどり着いたって感じ。だけど駄菓子に詳しいの。あ、あれ美味しいよ、とか。駄菓子屋のおばあちゃんからも一目置かれとった。フィリックス風船ガム。れ猫ガムって呼んどったんかな。これは懐かしいね。帯を外してね、この銀のやつ剥いて。これ二つに割れるんよ。ただね、今これね、 こんな感じになっとる。これ溝が広い広い。もうなんかもう凹みみたいになっとるね。まあこれもね、原材料が高くなったりいろいろあるんじゃろうね。もう多分これからどんどんこの溝広くなっていくね。ほんでちょっと景気が良くなったらこれまた狭くなる。日経平均株価みたいなもんここの溝の広さで景気を見極める。 そのまんまグレープね、俺一個酸っぱいのが入ったんよ。でもやっぱね、これみんな酸っぱいのが好きでこれ買っとるよね。じゃあ三つとも酸っぱくていいのになって思いながらみんな食っとる。でも他の二つが酸っぱくないけん、酸っぱいやつのうまさがわかるんかもしれん。サワーペーパーキャンディーね、これうまいよね。なんかちょっとザラザラしてね、ちょっと酸っぱいんですよ。これ味がね、何種類かあって、どの味買おうか駄菓子屋でみんなバリ悩んどる。結婚式の式場選びぐらい悩んどるね。 ラムネ。これラムネといえばやっぱこれでしょ。謎の形のね。ほんで謎の色。ちゃんとこれ持つとこがある。ここ持つってどういう持ち方なんじゃろうみたいな。まあ、これ食う子はこれ痩せ型の子やったね。もう太ってお菓子大好きな子はこうラムネチビチビ食っとられんうこのラムネをね、噛まず最後まで溶かして食う子。これ完全にスタイル良かったね。絶対太らん。フルーツの森ね。これ懐かしいね。これなんなんやろね。 これグミといえばグミなんだけど、つまようじでこう、突き刺して食べるんだけど、これちょっとちっちゃいけんね、すごいこう、地味な作業ないの。こう、なんか内食ションかなみたいな。食べ終わった後、今俺何食べたんじゃろう ももちもちくんねこれもまあフルーツの森みたいな感じなんだけどこれもあの爪楊枝で1個ずつ刺して食べるんよ何個食ってもちょっとよくわからんのよこれ何なんじゃろうっていうけど癖になるっていうねだからこれ開ける時気をつけんに傾いた頃ザラザーってこの四角いのが偏ってしまうけんブラーってなったらもうこれ一日テンション下がるけん チョコバットね。まあ、これは定番じゃね。なんか独特のパン生地みたいなやつにチョコがコーティングされとんよ。ほんで、袋の裏にホームランって書いとったら、それ駄菓子屋に持ってったらもう一本チョコバットもらえるんよ。駄菓子屋のおばあちゃんが <coughs>、悔しそう。見た目が綺麗なよね。多分大谷翔平選手やったらあれでもホームラン打てるね。モロッコフルーツヨーグルト。これもね、謎の味なんよ。ちょっとこれよくわからんのよね、なんかね。 ヨーグルトなんかな ?20 円ぐらいで売っとるんだけど、木のスプーンでね、こうやって食べるんよ。まあでもこれね、多分茶碗一杯ぐらいあったら食べれんのんじゃろうね。あのサイズじゃけん、ちょったら食べて、ん美味しいんだろうな、多分みたいな。ちょっとよくわからんけど、もう一個買おう、つって、売り上げが伸びてく。チョコケーキね、これ駄菓子の中ではガッツリ系じゃね。他の駄菓子をジャブとしたら、このチョコケーキはストレート。パッケージのデザイン可愛いんですよ。じゃやっぱ女子から人気じゃね。 これ食べながら女子がこのパッケージのお城のお姫様になりたいなって思っとるクッピーラムネねこれなんか子供の行事で配られるお菓子の詰め合わせの中に絶対入っとったメインのお菓子ではないの ただ名脇や。これがないとお菓子の詰め合わせは物足りんもんになってしまう。駄菓子界の小日向文夫。なんか俺、あの、二日酔いにラムネが効くって聞いてね。大人になっても二日酔いの時これ買って食うんだけど。まあ、情けない姿よね。ちょっと焦げろ我慢しながらボサボサの髪でこれを。あの頃はそんな気持ちで食ってなかったのよ。純粋な気持ちでラムネ大好きって食っとったのに。今はなんてざまだっていうね。ただこのパッケージのうさぎが俺を見ながら、それでいいんだよって言ってくれる。 やったーめんね、これ10円で売っとるんだけど、これまあ普通にお菓子としてもう,うまいんだけど、これペリってめくった時に蓋の裏に10円とか20円とか書いとる。それを駄菓子屋に持ってったら、その10円20円としてお菓子を買えるっていうね。一番大当たりは100円ですから。俺小学生の時100円を2回当てました。しかもその100円当たったやつで駄菓子屋持ってて、やったーめんを10個買って、でそのうちの1つでまた100円を当てたっていう。 もうあの、パチンコとか競馬と一緒ですよ。どんどん欲が出てきて、当たったお金をまたつぎ込むみたいな。でもこれ100円当たってね、その100円の価値よりヒーローになれるんですよ。すげーみたいな。もう噂になる。学校とか行ったら、かっちゃん、俺かっちゃんって言われとったんだけど、かっちゃんやったら面で100円当てたんあ、まあまあまあ、まあ、お兄ちゃんが当たっても言われるけどね。お兄ちゃん100円当たったんみたいな。で、俺もなぜか、おん、まあまあまあ。 チロルチョコね。これはまあコンビニでも売っとるけど。なんか駄菓子屋でこれ買う人はなかなか少なかったね。もらえるイメージ。チロルチョコってこう、買うよりもらうみたいな。てか俺チロルチョコ買ったら誰かにあげんといけんと思っとったね。チョコ太郎ね。これうまいんよ。チョコ菓子の中ではトップクラスでうまいと思う。ちょうどいい甘さでね。ほんでいい感じにピーナッツが入っとほんでなんといってもパッケージのこのキャラの笑顔ね。 逆のない笑顔買ってくれてありがとうみたいなこの袋ゴミ箱捨てるとき罪悪感あるねビッグカツねこれ買う人大人子供の中でも妙に大人びた子がこれ買っとったね俺も噛みちぎるの大変なんよクーほんなんあのポロポロこの衣が落ちてくんよねじゃけんこれ食べるの技術いるんよ学校で教えた方がいいねおやつカルパスねこれはうまいよねこれ初めて食べたとき衝撃だったもんね 小学生の頃って、でかいのがうまいみたいな思ってたじゃないですか。ちっちゃいのが美味しくないみたいな。これちっちゃいけどうまいっていうね。でも1個10円じゃけどね。うまい棒これぐらいのサイズじゃないですか。うまい棒の方がコスパはいいんですよ。じゃけどうまいけんこれ買ってしまうっていうね。じゃあ大人になって、このおやつカルパスを箱買いした時、レジで泣いたね。店員さんが大丈夫ですかラーメンババア。 これ、うまいですよ。ベビースターラーメンよりちょっと味が濃いんかな。やっぱ名前がいいですよ。ラーメンババアとか。最初それ聞くと、ババアうっとんかなと思ってしまうプチプチ占いチョコね。これ占いしながらチョコ食べれるよ。またね、占いのジャンルがこう上に書いとんだけど、可愛い,いよね。お小遣いとか。 宿題とか。ほんでチョコをプッて出したら、これ裏にあの、三角とか二重丸とか、罰とか書いとんよ。テストって書いとるとか、くって開けて。ほんであの、罰って書いとって。あー、罰か。どうせ罰ならもう勉強せんとこう、言うて。ハイエイトチョコ、これ八の字になっとってね。マーブルチョコが入っとんよ。これお調子者が買っとったね。これ買って目に食って当てて。ほんな友達がゲラゲラ笑うんよ。面白い、言うて。ただ、ある日を境に、急に笑わんなる。 まそれが大人の階段一歩上ったってことなんじゃろうねココアシガレットこれタバコに憧れとる小学生じゃね小学56年生になったら一回タバコに憧れ出すんよ親とかが吸っとったりしたらねあかっこいいなーっ,ってっでも絶対吸っちゃダメじゃけえココアシガレットで気分を味わうこれ買って帰って家でこっそりタバコ吸う真似すんよほんで気が付いたら妹がこっち見ようんよでなんだーっ。 コーンポタージュね。これもお菓子の詰め合わせで後ろに入っとる。ほんまコーンポタージュの味がすごいクオリティ高いよね、これ。これ1個お湯に入れたらコーンポタージュになるんじゃないかっていう。ほんでこれこうやって食うんだけど、食い終わった後の人差し指と親指もうまいね。うん、わたぱちね。わたあめみたいなのが入っとるんだけど、あの、口の中でパチ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 ってすんの。ただこれ2016年で販売終了なっとるよね。ほんまパチ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 ,パチってすんの。 あれどういう原理なんだろうねまあこのワタパチ買う人は個性的な人が多かったね独特な発想力がある図工とか好きな子がワタパチ食っとったね多分あのパチ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 っていうのでインスピレーションを得るんよパチパチパチうんちくん組ねこれも10円で売っとんじゃけどペリって開けたら裏に10円とか20円とか100円とか当たりが書いとんよこれもねやったーめんと一緒でみんな買ってね 必死に当てよった、ね、ペイッとめくる前にうんちくん頼むで100円当たったらいやーうんちくんありがとうやっぱうんちって言葉に小学生は弱いけんね負けんグミねこれ明るい子が買うんよもう常にやっぱ何か楽しみたい人グーチョキパーのグミが入っとるんだけどどれが入っとるかわからん友達同士でねこの負けんグミ買ってこのグミ出てきたやつ俺チョキだった俺パーだったう,うわーう何にも起こらんけどね特にそれ以上は。 ジューシー、懐かしいね、これ。1965年から売られとるベストセラーなんよ。これパッケージも全然変わらん。ちょっとなんかね、他のラムネに比べて硬い気がすんよ。口の中でずっと長持ちする。これを大体ね、あの、ジャングルジムの上で食べよったね。あと、ブランコでこうやりながらジューシー食ったりね。ほんで、ブランコでこう、勢いついた時にジューシーが喉にカッと入って、<laughs> 宮古昆布ね。これ渋い友達が食っとったね。バリ渋いよ。貫禄がもう小学生じゃないよ。駄菓子屋の買い方もこれ一つ売っていただけませんかもうなんかもう声変わりも早いよね。一個いるありがとうございます。って思わずこっちも敬語になってしまう。 きなこ棒ねこれ買う子も渋かったね甘いお菓子食べたいって思ったら普通チョコレートとか買うじゃないですかそれできなこぼう買うって結構渋いやっぱきなこぼう買う子は駄菓子屋のおばあちゃんからの評価も高かった偉いねー言うてみんなもう見習いなさい風船ガムこれ懐かしいこれおったね風船ガム好きな友達ねずーっと膨らましとんよ やっぱ風船ガム膨らましとる顔やもんね。ここ白い顔が思い浮かぶ。夢も膨らましとったんやろうね。ほんでよくあの <laughs>、風船ガム膨らましとる友達の風船プンってつつくやつおったね。あれ絶対衛生的によくないよね。ぐるぐるゼリーね。あったね、これぐるぐる巻いとって。ほら、かみちぎって、かみちぎった部分、プッって吐く。あの、ビニールのちっちゃいかみちぎった部分。あれは下に捨てていいみたいな謎の甘さがあったね。パックジュースね。 これね。これは売っとったね。あの、なんか30円ぐらいで売っとるんだけど、これをね、あの、水に入れて溶かして飲むんよ。まあもちろんね、そりゃファンタとかコーラとかに比べたらそりゃそっちの方がうまいんだけど、なんかやっぱこの粉ジュースを溶かして作ったらジュースになるっていう感動。それ込みでこの商品は素晴らしかったね。でもなんかこの粉ジュース通った子とかは、多分今開発者とか研究者になっとんじゃろうね。 どうも、向井ワンダーランドです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回はこの駄菓子が好きなのはこんな人だってことで。40連発。いや、いろんな駄菓子があるね。俺が好きだった駄菓子は ま、あ例えばこう、100円予算があったとしたら、まず俺、タラタラしてんじゃねえよは絶対買うん。ほんで、あと、ポテトフライ。余った10円、20円で、やったーメンか、うんちくん、グミを買って、当てに行く。ほんで、今思えば、あの、駄菓子屋、賞味期限切れとるやつも置いとったりする。<laughs> お菓子買ってね、パッと見たら賞味期限、去年の2月みたいな。あとやっぱ、駄菓子屋のスーパーボールくじね。あれやるよったね。100円ぐらいでやったら、なんか当たるんだけど、こう、ちっちゃいやつとか。 でそれは地面にーパーンってってパーン飛んでって一瞬でなくなるというわけでよかったら皆さんの好きな駄菓子も教えてください Twitter イ,インスタのリンクを概要欄に貼ってますんでよかったらフォローお願いしますチャンネル登録高評価ベルマーク通知よろしくお願いします以上向井ワンダーランドでしたありがとうございました